陸前高田市の海岸線は自然の造形美であるリアス海岸を有し、町の中心から見える874メートルの氷上山は市民の憩いの場となっています。三陸沖の黒潮と親潮が生み出す多彩な生態系は世界有数の漁場を育んでいます。そしてリアス海岸に代表される複雑な海岸地形と気仙川から運ばれるミネラル豊富な水が牡蠣やホタテ、ウニ、ワカメ、ホヤなどの豊かな恵みを与えてくれます。漁業だけでなく農業も盛んな陸前高田、明治時代から育てられた良質なリンゴも収穫されています。地域ブランド米高田の夢の栽培や北限の柚子として商品化が進められています。